鹿児島市交通局600系電車は1959年に登場した鹿児島市交通局の路面電車車両である。2013年現在、601から603.605611から615の給料が運用されている。1959年に500型に次ぐ新生ボギー車として登場した。車体前面は、 大阪市電3001型を細くしたような中央に大きな窓、両側に小さな窓を配置した構造で、前照灯は方向幕の上につき、倉下にブレーキランプを装備したスタイルで、このスタイルは後の鹿児島市電の標準になった。側面は500型に準じた全中比のバス窓であったが、全体的に寸法が拡大されている。性能は従来からの釣り掛け式で、 終電装置にパンタグラフを本格採用している。600型は製造所、台車によって3つのグループに分けられる。1959年日立製作所で製造された。台車はコイルバネ式の KS-115 を履く。前面の幅が後の車両に比べ若干狭い。主電動機は500型と同様の SS-50 を使用している。 鹿児島市交通局での日立製作所製の車両はこの4両以降登場していない。1960年何は後期製造。台車は鹿児島市交通局初となる空気バネ台車の NK-51 を採用した。NK-51 系台車には何は後期製空気バネ台車と書かれた名板が取り付けられている。同年に400系の機器を流用して、 交通局工場で、ほぼ同仕様の460型が登場している。1962年から翌1963年にかけて帝国車両工業で製造された。台車は同じく空気バネ台車の TB-55 を採用している。1967年から多形式に先駆けてワンマン化改造がなされた。 冷房化は500型に遅れ1984年から開始され1986年には全車が完了した。帝国車両製で TB-55 台車を使用していた613から616は1989年から1994年にかけて廃車になった460型や何は後期製の600型から供出した。 NK-51 系代車に交換している。1999年から2001年にかけて、骨組みの強化や、外反を張り替える、ステップ二段化などといった、大掛かりな更新工事が行われている。2006年には500型と同様、一部車両の全面右下に補助灯の取り付けが行われた。615,616は2009年に、 コイルバネ台車への更新が行われている。現在現役の601から603.605611から615は将来、車体更新の計画もある。2012年の開業100周年事業として、2012年4月から616号を木造電車をモデルとした観光レトロ電車に改造し、同年12月1日に運行を開始した。 観光レトロ電車は一般公募によりカゴ電の愛称が付けられた。形式は100型となった。1991年に余剰となった605がビール電車に改造された。車内の座席を撤去し、代わりにバー風のカウンターと椅子を設置した。床は木目調のものに張り替えられ、ビールサーバー用の電源なども新設された。また、 社会全面の中心にあったブレーキ灯が右脇に移設された。その他にもライトアップ用の照明なども取り付けられている。当初のスポンサーは札幌ビールで札幌缶という愛称が付けられていたが、2000年からは霧島高原ビールがスポンサーになった。なお、ビール電車は2017年3月にカフェテリア風の内装としたカフェトラム鹿児島 C6 に再改造された。 翌1992年には610がカラオケ電車に改造された。鹿児島号という愛称が付けられ、全面倉庫には愛称を表示していた。塗装は当初は帯塗装であったが、末期はイラスト塗装になっていた。なお、610号がカラオケ電車に改造される以前に607にカラオケ設備を搭載、運行していた。百九十九年に旧車になり、 2000年に廃車、解体されている。また、観光レトロ電車、カゴ電に改造された616は、カゴ電の車体は新造されたため、616の車体はしばらく車庫の隅に置かれていたが、2013年6月に解体されている。600型は、大半の車両が空気バネ台車を採用しているため、乗り心地が良く、鹿児島の顔でもあったが、 逆にその空気バネ台車の保守に手間取っていた。1989年の2 1 0 0系登場時には、同じ空気バネ台車を使用していた460型が置き換えられ、形式消滅した。その後1991年からの2 1 1 0系以降の2100系列の導入に再始置き換えられ、1994年に606.608609が、 1995年に607が廃車になった。余剰となった車両の一部には前日の通りイベント用車両に改造されたものもある。また一部車両は台車を供出している。その後2000年にカラオケ電車の610が2006年には初期の日立製車両の604が廃車になった。レトロな路面電車来年鹿児島に登場から 読売新聞観光レトロ電車制作事業、鹿児島市100周年事業、観光レトロ電車の愛称が決定しました。鹿児島市交通局2012年10月2日。ありがとうございます。